どうも PDR さんです。皆さんはもうご存知だと思いますけど PDR さんは昔10年近くセブンイレブンで働いてました。もう忘れたい過去まあでもそれのおかげで今はなきコンビニシリーズが生まれたからよしとしましょう PDR さんが辞めてから12、3年ぐらい経ってて PDR さんがいた時のオーナーさんも PDR さんが辞めた数年後に引退したんですけど久しぶりに どうなってんだろうなと思って、Google 見たら、まあひどい <laughs>。一番古いレビューは5年前で、そんなにレビューないんですけど、結構ひどくて、1年に1回ぐらい誰かがなんか書いてるみたいな感じで、今日はそれを見ていきたいと思います。一番古いレビューは5年前で、三つ星、駅前で便利ですね。まあそんなもんだと思います。4年前、 5つ星あのもしかして別のコンビニと勘違いしてませんか4年前1つ星やたらと接客態度の悪い年配の方がいますもちろんきちんとした対応をしてくれる方もいますし駅に近いのは便利ですが近くにある大きい方のセブンを利用することの方が多いです PDR さんが働いてた時ぶっちゃけ年配の方あんまりいなかったですね で、この大きい方のセブンは多分 PDR さんの実家の近くにあるセブンだと思います4年前二つ星商品を後ろの方から取ったら注意され注意する人いるの棚に少し手をかけていたら注意するる。<laughs> 45人の立ち読みは注意しない <laughs> 1人の店員だけやたらとうるさく感じが悪いうるさ3年前一つ星佐藤さん <laughs> なざしできました。夜勤でイライラするのはわかるけど、自分で選んだ仕事なんだから頑張ろう。その通りです。3年前、一つ星。3年前、一つ星。おばさんの接客態度悪すぎ。PDR さんが辞めたから急に接客態度の悪いおばさんをいっぱい雇ったんですかね。2年前、一つ星。新人の女性。お弁当の温めは聞かれず、帰った後袋の中にストローや。 橋すら入っていなくて困った。とても深い。まあそういうこともあるよ。2年前。お三つ星。駅前なので利用しやすいです。なぜか <laughs> これもう完全にオーナーの趣味だと思いますねゴルフボール売ってなかったなェイリアルさんが働いてた時1年前一つ星店長らしき人物が最悪自分の車を入り口に止めるわ狭い店内をお客が通るのにどかないわひでえな台車に商品載せて移動する際もお客関係なしだわレジの対応も雑だわ全てが最悪 ひど道りでおばさんもみんな接客態度悪いわ店長がこれだったらそれを見抜けない上司も最悪でしょう今日も車止めてる邪魔最近店長らしき人物の姿が見えませんでしたレジ対応がいいと言えないバイトも見かけなくなりました以前からすれば少し良くなったと思いますさらに良くなることを望みます 果たして良くなったのでしょうか一週間前一つ星土曜日にスタッフが一人だけでとても待たせた一人だけとかあるんだもう誰も働きたくない感じですねご愁傷様ですということで PDR さんが昔働いてたセブンイレブンの現状です正直駅前ですごい便利なんで残念ながら閉店することがないと思いますじゃ <laughs>、まあ残念ながらなのかな <laughs> これをはいそれにあたかい中華まんです義理と人情のコンビニエンス。れっ